BV-141 ブロームーントフォース BV-141 は第二次世界大戦中のドイツ空軍試作偵察機である。設計者はリハルト・フォークト博士。後部機重視は最高の視界が得られる実際に飛行した航空機の中で最も左右非対称の機体として有名である。総ブーム式の機体から片方のブームを取り去り、その分主翼の位置をオフセットさせたような形状を している。このような形状は、ドイツ航空省の要求である、良好な視界を持つ、単発三座偵察機を実現するためのものであった。先行する非対象機としては、第一次世界大戦中に、ドイツで試作された、ゴータ G6 があり、これは、副容器ながら、BV141 と似たレイアウトを持つが、ゴータ G6 の場合は、トラクター式エンジンを備えた左胴体に、 操縦席があり、重主席である右ナセル後方にもプッシャー式エンジンを備える双発機であったという違いがある。BV141 の初飛行は1938年2月25日に行われ、1940年までに BV141V1V3 の3機の試作機と BV141A-0 型評価機が5機、合計8機が作成された。 非対象の形態にもかかわらず、安定性、操縦性には大きな問題はなかったとされる。しかし、搭載した BMW132N エンジンが低出力であったことと、油圧系統に問題を抱えていたことから、競合相手のホッケウルフ FW189 が採用されることとなった。FW189 は、速度、後続距離とも BV141 に劣り、 さらに単発であることが航空省の要求であったにも、かかわらず、それを無視した、総発機であった。BV141 の開発はその後も続行され、1941年1月に、改良型の B-0 型が初飛行に成功した。この機体は、エンジンを BMW801 に強化し、水平尾翼を左側にオフセットさせたものである。今日、 BV141 として知られている機体は、この B-0 型及び B-1 型である。しかし、結局は B 型も大規模な量産は行われなかった。BMW801 エンジンは信頼性が低く、オーバーヒートが頻発した。また、油圧系統の問題も解決されないままであった。先行量産型 B-0 型と、 量産型 B-1 型は共に10機ずつしか生産されていない。フォークト博士は BV-141 が不採用に終わった後もドイツ空軍に対して多種多彩な非対象機を提案している。しかし、それらの機体はどれも飛行することなく終戦を迎えている。また、この BV-141 の形状、出展、航空情報編集部編、 第二次大戦ドイツ軍用機の全貌1965年、竹縄動社、145ページ他に実際に飛行している飛対蒸機には、斜め翼機の n、AS、a s a a d 1や、ルタンブーメランなどがある動画。ありがとうございます。